リトアニア中殺チェコスロバキア大使の新任状。監修に従ってフランス語で書かれ、バーツラフ・ハベル大統領書の署名が添えられている。新任状は、自国の外交官を別の主権国家に派遣する大使に任命する際に発給される正式な外交文書である。一般には、外交資格証明と呼ばれ、一国の元首から他国の元首に対して、大使が自国を代表してなす。 いかなる発言についても信用を多く、要依頼するものである。信任状は、大使が着任する際にも様される、信任状法定式において、接事国の原種などに、法定され、これをもって、大使の任期が始まることとなっている。日本では、内閣が発行し、天皇が認証する。信任状は、伝統的に外交における世界共通語である、フランス語で書かれるが、 派遣国の公用語で書かれる場合もある。ロシア中札ルワンダ大衆 J ヌリシャール・ガサナが、ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンに新任状を法定するところ、売席しているのはロシア外務大臣、セルゲイ・ラブロフ。大使は摂事国に到着すると、摂事国の外務大臣と会談して、元首との面会の手配を行う。大使は封刊された、新任状の原本と、封刊されない。 新任状の写しを傾向しており、写しは到着時に設置国の外務大臣に施行する。封管された新任状の原本は正式な外交儀礼に従って、設置国原種に直接法定される。大使は新任状が認証されるまで業務を開始してはならず、認証された日によって外交団における序列が定まる。ただし、大使の外交特権は入国した際に、 直ちに付与される。大使は、摂受国が提供する公用車に乗り、衛兵の護衛を受けて、信任状法定式に赴く。立憲君主制国家と議会制民主主義国家では、国家元首または、総督は政府の助言に従うという原則に基づき、信任状が政府の助言に基づいて受け入れられているという事実を象徴するために、法定式では外務大臣が、 国家元首に賠償する。大使は設置国元首に対し、新任状を両手で持って法定する。二国間の外交関係が臨時代理大使の交換に止まる場合、新任状は派遣国の外務大臣が作成し、設置国の外務大臣にあげられる。臨時代理大使は、新任状を設置国の外務大臣に施行する。国家元首は、大使の交換より低い外交関係については、 信任状の交付及び受領に関与しない。また、臨時代理大使については、軍の護衛や公用者は提供されない。イギリス連邦諸国における高等弁務官は信任状を持たない。これは、英連邦王国の国家元首は英国君主である、すなわち派遣国と摂事国の国家元首が同一人物であるためである。このため、派遣国の首相が、 説受国の首相に非公式な紹介状を送達するのみとなっている。ただし、英連邦に属する共和制国家においては、派遣国の国家元首が委任状を交付し、説受国の国家元首が受領する。いずれの書状も、インドの独立を受けて1950年から1951年にかけて標準化されたものである。これ以前は、 ある国の高等弁務官は首相からの書状、またある国では外務大臣からの書状、別のある国ではそもそも書状を持たされていないなど、不統一で混乱した状態であった。ありがとうございます。